こんばんは、メロコアなんかで2ビート、フィル、8ビートなんかでリズムパターンが変わるとき、どうしてもテンポキープができないです。心がけることや、良い練習方法はありますか？2ビート、8ビートとかっていう、リズムが切り替わるときは、基本的にテンポは一緒なんですよね。なので、例えば、それぞれのこの、カウントがあるとしたらなんですけど、8ビートのときは、この2拍目と4拍目、ツッツッタッツッツッツッタッツでスネアが入るという感じなんですよね。で、メロコアでなんか途中でその落とす不要なフレーズがある時っていうのはそのハーフタイムになるみたいな、1、2、3、4、2、2、3、4っていうこの3番目にスネアが入ったりするんですね。ほんでさらに2ビートになると1と2と3と4とみたいな感じで、裏に、スネアが入るようなタイミング、まあ、これがバックビートで、これがハーフタイム、半分のタイミングで、で、これがダブルタイムっていう、タイミングになるんですけど、この、ワン、ツー、スリー、フォーの、このスネアが一体どこに当てはまってるかっていうのを、しっかりと意識してもらうっていうのは、大事かなと思うんですかね。なので、ちょっとメトロノームを流してみると、ワン、ツー、スリー、フォー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 。スネアが入るところを、こうしっかりと当てはめてもらう、こっちか。っていうのを意識してもらったらいいので、なのでカウントしながら口で歌って、この、みたいな、なんかそういうちょっとカウントしながら、このメトロノームに合わせて、まあ、タイミングを意識してもらうと、良くなっていくんじゃないかなと思いますかね。